僕の声ですけど、ガルベルがどんな声になるか楽しみです。よく覚えていてください。先日3階の部屋でジャンクなどあたってましたら、1年前のワイヤーの録音が出てきまして、原さんと一緒にかけてそしたら星野さんが何かの声が非常にいろんなの出てきまして、必ず面白かったんですけど、今考えてみますと、あれから今までがほとんどブランクで、そういう取ってあるものは何もなかったというのは非常に残念です。で、まあ、今からも決して遅くはないんで、これが変わりになりまして、毎年こういうのが残っていくと、後で非常に面白いですね。